昨日の夜がもう気絶するように寝てて、なんか私リュック背負ったまま寝てたんですよ。あの昨日リュックで行ったんですけど、このままうつ伏せで寝てました。そうで、そのまま寝て、なんか全然記憶にないんですよ。でも眠すぎて、で朝起きて、はあ、みたいな感じになって、お風呂に入って、でも朝から学校に行くじゃないですか。で、まあ、1時間目も結構うとうとしてたの。そう、1時間目もなんか、うお危ないよ危ないよ危ないみたいな危ない危ないみたいな感じだったんですけど、2、3時間目、4時間目も大丈夫だったの。もうシャキッとしてました。そう、でもやっぱご飯食べた次の時間マジやばくて、私中学を含めても小学を含めてもこんなに寝たことないの、人生で。なんかこうやってこうやってね、なんかね、あの教科書見てたんですよ。そのまま寝てて、こうやってで起きて、起きたら、はい、もうあと授業あと2分なんだよねみたいな、え2分そう、こうやってこうやって見たまま、ね、30分に終わる授業で、私10分の時計を見たの。それだから6に終わる予定じゃん、その数字でいくと。で2っていう数字は見たんやで、けん多分10分ぐらいまで起きとったよね。で、ああと思って、あと20分かーみたいな感じで、普通に教科書見せたらなんか熱さっぽくて、このまま起きてよみたいな、あと2分さっきまで、さっきまで10分だった。私学校で、まあ、授業中寝ることあるんですけど、でもそれって本当に10秒とかの話なの。なんか10秒あーやばいみたいな。でもなんかそれを 3,4 回繰り返すっていうのが私の大体のルーティンなんですけど、なんかめっちゃ、私そんなさ、そんな学校の授業中にそんな危機感ないことすると思ってびっくりして、なんか、え、私本当に今までの人生で初めてこんな寝たんですよ。いつもは本当に寝ないの。ていうか私は寝ない人間よ。そのなんか寝、なんか寝るのが普通だとは思ってないタイプっていうか、普通に寝ずに頑張ろうっていうタイプだから、マジで頑張ろうとするの。本当になんか寝ちゃダメだ寝ちゃダメだってめっちゃ思うタイプなんですよ。だって先生に失礼じゃないですか、普通に考えて授業やってるのに。そんな寝るなんて、もうこっちはお金を払って学校に行ってる
わけだから、高校は義務教育じゃないから、そうだから頑張ろうって思うわけいつも。そうでもなんかうわそうてか頑張れ頑張れそう思いながら起きてます、いつもはね。今日めっちゃ寝ちゃって、でもみんな寝てたっぽくて、終わった後昔かおじいさんとってありがとう、なんか友達同士で喋ってたりするじゃん、周りの人って。そうなんかあ寝てたわみたいな人続出してた。やっぱね5時間目ダメですね、あれ。ヨッシーさん食べてありがとう、しかも国語っていうねあのお昼ご飯明け国語はまずくない？普通に考えてさ、いや国語はまずいやろって思う。そんな心地のいい授業ないやろって思っちゃうわそれめっちゃ申し訳ない、もう本当に。もうなんか全然覚えてない授業の内容でもなんか起きた時にそんな字を書いた記憶がない字で寝て、なんか起きた時にあって、なんか、まあ、漢字書いてそのままツーッなんか多分力抜けてそのまま寝たんだと思うんですけど、こうやって書いててしかも多分めっちゃ頑張った字だった、なんかえな何この字みたいななんだこの字はっていうぐらい一生懸命書いた字だった。もうなんか最後のダイニングメッセージみたいな、マジでなんか一生懸命最後の力を振り絞って書いたんだろうなっていう字の形と最後のこのツーがマジダイニングメッセージだっためっちゃ本当に、でも消しちゃったんですよね、起きた時に。なんだこれはと思って、もう残ってないんですけどね。そうあ消してるわ、ここにね書いてあったんですよここに書いてあったんですけど、もうね消えてますね。そのまま、あダイニングメッセージじゃなかった、違うらしい、私ずっとダイニングメッセージだと思ってた。もう消しちゃった、すぐ消した、起きた時にえどうせもう何にも衝撃だったの、あの私がそんなに寝てたことも衝撃だし、こんな字を書いてることにもびっくりしてはっ消しっていうか、なんか何かしてる、何かしてる、なんか何かしてる素振りをしなきゃと思って、あのちょっとママが電話してて声聞こえるかも、ごめん、ママが電話してるんですよ。私よりね友達と電話する頻度高いよ。なんか疲れてるのかなって思いましたそう、うるさいね、ごめん。ちょっとさ、私のさ部屋のさドアってさ隙間があってさ
扉の意味はあるのかっていう感じなんだけど、一応閉めてきた心ばかり。ゆきさんとてありがとう。ちょっとマシになるかな。もう課題いっぱいある。もう今の時点で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 個あるんですよ課題が。でその中で 1,2,3,4,5,6 個しか終わってないんですよ。であと11個ぐらいあるんですけど、これまだ学校始まったばっかりでこの数なんですよ。この量があと4回分ぐらいある。これのあと4倍ぐらいはあるんですよ。私生きていけるかな。でも頑張ります。なんかやる気になればやるんですけど、ね、だから最近はあんまりゲームやらずに勉強やったりしてますよ。今日ねママにねすごい急に話が変わる。今日ママにね欲しかったねこれ買ってもらったんだ。お顔につけるパウダーなんですけど、めっちゃ可愛い。期間限定かなんかの色でさ、見て可愛くない？ピンク。夜中までゲーム、いや毎日やってるわけじゃないですよゲーム。今日はゲームをやる日、今日は勉強する日で分けてるし、勉強はだいたい日中やってることも多いから、昼やったからゲームをしようとかしてますよ。それはねゲームは大事ですよ。もうゲームしか生きる術がないんではないかってぐらい愛してるから。体大きい。本当にそんなことないですよ。いつも多分みんなが見慣れてるのがちっちゃすぎるんだと思うけど、私にしては大きい。これはあれです、なんか眼科でもらったお試しカラコンです。使わないのもったいないから使ってる。なんかね使わな、なんか試供品とかもなんか使わなかったら一生使わないんですよね私。だから早く使ってる。眼科でカラコン買えるの？そう、コンタクトのお店と連携してるところ。コンタクトのお店と連携してる？なんて言ったらいいんやろ。だからなんかもらいました。これが気になるんですって、いやカラコンが気になりますって言ってお試しをもらいました。ピアスいつもしてた、いつもしてますよ。ぴょん。香川県は常連、いや、わかる。香川じゃなくてよかったって思う唯一。でも香川県には住んでみたいんですよね。香川県住みたい。うどん食べたい、うどん。なんか自然豊かな感じがいいよね。いや、瀬戸内って自然豊かなんですけど、私の地元も自然豊かなんですけど、なんか
ゆっくり空気が流れてる感じがいいなと思った香川県。昨日黄色マスク着れます。そうなんよ、私のだけ売り切れてて私だけマスクもらえなくてっていうか、ま、私の分だけマスク足りなかったらしくて、そうだから多分誰かが何枚か持ってったかだと思うんですけど、私のあのまひちゃんと一緒にマスクをもらいに行って、あのまひちゃんをもらって、あないわってごめん黄色しかない色違うくてもいいって言われて、あはい私だけ黄色だった。そうだから多分全員が1枚ずつ持っていくなら多分多めに用意してると思うけど、それでも足りなかったなと思う。置いてたらみんなね余分に持ってたりするんよ多分。そう、だから多分足りなくて私の分がごめん色違うって言われて、あはい、そうが私のせいじゃないんですよ私のせいじゃないですよ。そうなんだよ、おやおやおや、昨日は久しぶりにメンバーに会いました。療養系初めて会ったんですよ。みーちゃんがすぐマイハーって言ってくれて、あーみーちゃんそうみーちゃんもみーちゃんともギューってしたし、みーちゃんともギューってした。ゆみりんも元気だったって、みんな元気だったって言ってくれて嬉しい。まひちゃんも会った瞬間にもう復活って言ってくれて、復活、そうみーちゃんはもうすごい優しくてずっと LINE くれてましたね療養中。復活の時もおかえりとか言ってくれて、もうずっと LINE してくれてた。自宅待機組は今日から仕事復帰だよとか、みんなの分まで頑張ってくるねとか、そういうなんか細かくいちいち LINE くれるからもう嬉しくて、もう最高でしたでもみーちゃんはね、あのね見ないんですよ見ない癖があるんですよあの人はね、本当にね返信をしないんですねあんまり。でも本当に何とも思ってないから気にしないでっていう助言を前もらったので全然気にしてなかったんだけどそんな前派の LINE もまだ無視してるわとか本当だよ。いやなんかね、私は結構秒単位で既読して返す派なんですよ。もう秒単位マジで秒早いんですよ返すのがね。みーちゃんはなんか何日かおきとか2日おきとかそうかめっちゃ長く感じる私からしてみればね。でもアリちゃんとかとも職員が出ました。アリちゃんとも連絡取ってたし、ミーチューとも連絡取ってた。最初の方を取ってたかな2人。なんか一応クロフェスにいたあのイケちゃんは後から分かったけど、クロフェスにいた他のメンバーとは最初に
みんな頑張ろうねって LINE を送り合いましたね。そう、なんか今日からまるまるだよとか、ゆっくり休んでねとか、毎日復帰報告あって嬉しいとか、そう、なんか嬉しかったのがね、ご飯食べてるって言ってくれて、なんか今日食べてないやみたいな言ったら、なんかゼリーとか買っていこうかみたいな、なんかお外に置いとくけど買って持っていこうかってみーちゃんが言ってくれて、いやもうそれは申し訳なさすぎて、いやもう全然大丈夫だよって言ったんですけど、優しい。でも早い時は早いんですけどね、返信も早い時は早いんですけど、遅い時は遅いんですよそう、早いのポンポン LINE する時は LINE するんですけど、でもなんかそういう人種もいるの。私はもう、いや私本当に多分相手もびっくりするぐらいのスピードで既読つけるタイプだからそう、カメラ見ない、なんかね、カメラこっちにあるんですけどコメントがこっちにあるんですよね。なんかコメント見てるとカメラなんか見れない。めっちゃ優しいよね。もう優しすぎて、いやもう、ほんとってなったもう優しすぎるね。どう思いますか。パソコンじゃないんですよ、配信してるのが。寝落ち電話とかしたいってかわいい。なんか何回も電話しようと思ったんよって言ったよ、みーちゃんに。そう、なんか「してよ!」言われた。してよって言われました。カメラ目線してほしい。カメラ目線って難しい。私カメラ目線ちょっと苦手なんですよね、多分。あの自分の顔がどう映ってるか確認したいからこの画面とコメント見ちゃう。ゆきさん結婚してありがとう。ゆるちゃん、すずらありがとう。綺麗なパーカーね。あ、これですか。これファンの人もらいましたなんか肩こりとか改善される、なんかすごいパワーを持ってるパーカーらしいですよ。キャマさん可愛い、ありがとう。東京の人じゃないですよ、山口県出身です。在住は広島です。キルタンかわいい、ありがとう。そう、なんかね、癒しのあるパーカーらしい。これなんでパーカーなんだろう、これ。ちょっとなんかね、そんなのあるのかって思いますよね。なんかあるんですよ。なんか肩こり改善パーカーって調べてみて、ほらこういうのあるんだって。やっぱ
疲労回復とか。そう。すごいよね。いただきました。嬉しい。よく学校の日に来てます。過ごしやすい。そう、調べてみて。ひろさんかわいい。ありがとう。採用、小野田氏ですね。小野田いいですね。小野茶がめっちゃ好きです。採用小野田、採用小野田、小野田のサンパークばっかり行くな。でも地元トークや。わかんない、なんかね、なんていうの、めっちゃ肩凝るんですよ私。あの撫で肩なのもあるし、すごい肩が凝りやすいタイプの人間らしくて、なんかその年でその肩こりみたいな感じで言われるぐらい肩凝りやすい体質で、そう、特に勉強する体勢になっている時とか、なんかいい、ちょうどいいその机の高さじゃないと、椅子と机のバランスがないとめっちゃ肩凝るんですよ。そう、なんかよく学校に来ててます。楽だし、無地なので変に目をつけられなくていいですね。私は今使ってる勉強机とこの椅子で、椅子を一番下げると勉強に一番いいで、逆に上げるとあのゲームするときはいいみたいなのあるんだけど、学校の、まあ、さ、椅子の高さとか変えられないし、そうだからすっごい大変なの。大変なときはもうずっとこうやってやりながら授業受けたりとかするぐらいなんだけど、なんかこれちょっといいのかなって思う。今日とかは全然気にならなかった。いや目つけ、いやなんか癖強いやん私の持ってるパーカーって。癖が強いんですよ。だってなんか、うん、そう、無地っていうのは、ま、誰かなんかもはや空気なんで、無地はそんな目つけ、いや普通に自分のパーカーで学校行ったりするけど、なんか一番無難じゃないですか無地だとゆきさんかわいい、ありがとう。そうだから無難なので一番いいかなと思いますけどね。うん。あ、そうだそうだ。待って待って。ヘッドホン充電しなきゃ。そこ。よいしょ。ヘッドホン充電しなきゃいけんかった。ピッ、あ、つながってない。なんかさ、パソコンってさ、コンセント多すぎて困るもうコード多すぎて全然ダメだ。そう、私は今から私のプライベートの楽しみのためにショールームの時間を調節してます。ごめんなさい。いや見たくて、どうしても。私このね、アモンガースっていう、あの宇宙船を、なんか宇宙、うん、なんかボイスチャット人狼みたいないう、まあ、人狼ゲームみたいなやつなんですけど、その実況配信を見るのがすごい好きで、
で特にうるせんっていう、うるさくてすみませんっていう、そのせんは最後船ね、宇宙船が舞台のゲームだから、そのせんのせんは最後船とかけてるんですけど、このねメンツめっちゃ好きで、あ誰が いるって言うけど多分みんなわかんないと思うんですけど、中野っちさんと夏ぴょんさん、突進さん、ポンズ野郎さん、ズズさん、はっちゃんさん、みさとらんさん、はらへんがいつもいる方で、私はズズさんっていう人はめっちゃ面白くて、すごいギャグ性が高い、もうギャグ一発ギャグとかめっちゃよくやる人で割と好きで、ポンズ野郎さんとかはっちゃんさんっていう人もなんか一緒になんか面白いみたいな、なんかみんな面白いこと優先なんですよ。もうゲームをちゃんとするっていうよりは、あのゲームをちゃんとするより面白いことが優先っていう、そのノリノリな感じなんですよ。なんか普通だったらありえないことでも面白かったらありっていうゲーム実況なんですけど、そこに私の大好きな初音さんっていう、あの元プロゲーマーの女性 YouTuber さん、まあ、YouTuber さんっていうかミラティブとかでも配信してるのかな、だけどうちは YouTube とか見てて、めっちゃ好きな人が今日はそれに初参加するんですって。もうこれはみんなで言うとどういうことかっていうと、どういうことかっていうと、いいですか、皆さんが例えば大好きな、もうみんなの推しメンが私だとするよ、私が推しメンだとするね、みんなに対して、あ私がみんなの推しメンが私ねだとしたら、例えばじゃあみんながチャーミングトリップが大好きだとしますよ、チャーミングトリップ好きなんだよね、でもマイハも好きなんだ、でもここは別のフィールドじゃないですか、私はスタジオだしチャーミングトリップはチャーミングトリップ、でもそれがマイハがチャーミングトリップに参加しますってなった時ぐらいの感じちょっと難しいけど、そうだから好きと好きのコラボは好きじゃないですかそうだからなんか全く違う感じなの、ゲームの系統で言うと、あそう中野っちの全キャチャンネル、そうですそうですそうです、だからまあ好きって言ってもなんかこの人たち単体が好きって、この人の特にこの人がこの人がっていうよりは、そのそこの人が好きっていう、なんかそこにいる空気感とかが好きなんですよ。まあでもこのズズさんっていう人は、まあ、男性の方なんだけどめっちゃ面白いんですよ、本当になんか一発ギャグをやる一発ギャグをやる人でいじられ役なんですよ、だからなんかね見てて面白くてめっちゃ好きなんですけど、逆に初音さんはエーペックスとか そっちのその SPF とかのゲームだから全く関係ない感じなんですけど、もうまさかそこのコラボがうわーってなって嬉しいっていう、しかもアスカさんもいる、そうあのジップのもとかジップのキャスターさんっていうかな、木島アスカさんもいる、すごくない、そこはね結構ねひろゆきさんとかねいたりしてたかな、確か結構有名な人も出てたやつ、めっちゃ好きなんですよ、いやコメントしないですよコメントしないですよ、格ゲーどうなんだろう、でもエーペックスばっかりやって
エーペックスやってますよ、めっちゃ。なんかもともと私はあの動くちゃんとかザンゲちゃんとかと一緒にやってて知ったんですよ。そうだけど、なんか最初は基本そうやってコラボしてる時しか見てなかったんだけど、今エーペックスやり始めてめっちゃ見るようになった。もともと好きなんやけどね、めっちゃ。そう、でそんなみんなにとってのもう好きと好きのコラボが今日の9時から繰り広げられるっていうのを聞いて、もうこれは見るしかないんじゃないかということで、勉強しながら見たいと思います。楽しみ。でも9時ぴったりからじゃないから、9時になったらランキングを読みますね。私はゆかちゃんと前派のユニット的な、いやそうよ、しかももっと予想だにしないレベルの感じ。勉強すまんやろ。いや私ね、あのマジでそういうの流しながらやるタイプだからね、どっちか聞いてないし、どっちか両方理解してない。でも多分どこかしらのアーカイブに残るから垂れ流してますよ。面白いところがあれば聞いてる。でもだからもうなんか垂れ流しですマジで。あの全然理解できない、何話してるかもわからないみたいなレベルです。そうでももうなんかもう一生懸命見るって言っても結構長い時間やるから、そう何かしらやりながら見ることが多い。そういうゲーム実況はめっちゃ楽しみ、ワクワク、ふふ。しかも勉強もできるっていう、これはもう一石二鳥なのではないかっていう。まあ勉強って言っても課題なんで、この教科書を写すっていう作業なのでできるギリ。これが例えばテストですとか言われたら完全にこっち切れよって話になるけど、あの作業なので、これうちの学校はもう先生が言っちゃってるんですけど、あの答え見てもいいからねって普通にあの答え見てやってっていうタイプ。あのテストの時は分かってなきゃいけないけど、もうとりあえずテストを受けるためには課題をやらなきゃいけないから、まずは課題をやるために本当に答え見ていいよって。でしかも教科書に全部書いてあるから、もう探してみたいな感じなので、そう全然そのお言葉に甘えてるし、全然メンバーにも頼る。そう、でもねテスト前になったら一応ちゃんと勉強はするんですよ。そうなるちゃんとかに聞いて、地元の友達ね、教えて勉強してますよ、たまにはね。いつもいつもしないけど勉強。でもなんかじゃあなんで課題をこんな量出すのって思うけどね。思います。だってね、だってこれ始まってまだ何マジで。そうね、ほんと、まあ、とりあえずさ、めっちゃさ、その毎日行く学校じゃないからさ、もう授業の日数は少ないんですよ。でもそれにしても課題の量が多すぎて、
普通に毎日学校行った方が楽だと思う。で毎日学校行っても課題あるから、毎日学校行くなら友達がいる。でもそう思っちゃうぐらい、いや毎日学校行くのは無理なんだけど私は、もうでもそう思うぐらい課題が多いの。本当に死んでしまうんじゃないかと思う。本当に生きて帰れるのかしら。頑張ります。イエイ。何のイエイ、何のイエイでしたね今。今日は学校だけだからめっちゃナチュラルメイクだよ。しかももう3分ぐらいでやったメイク、シュンシュンシュンで終わった。イエイ。喋るの下手ないけどマジで。ひろたんファイトありがとう。イエイ。ケロさんかわいい、ありがとう。イエイ。ずーれたまーなるさー、それも君のタイミングってやつを撮りました、まひちゃんと。カラコンしてたら大体ねいい感じに見えるんですね。そうこれね、若い人たちは TikTok の振りがあるんですよ。でもお母さん世代、お父さん世代の人はこういう踊りあるじゃん。昔流行ったやつだからね、一緒に踊ると全く違う踊りで一緒に踊れるの。そう若い子たち今ね TikTok で流行ってるんですよ。で TikTok で流行ったその振りもあるから、TikTok 育ちの人たちはその振りでやるし、お母様世代はその人たちの振りがあるじゃない。そうだから音楽流したらなんかパッキリ分かれるこの振りがらしいです。でも結構さ、なんか TikTok ってさ昔流行った曲出してくるじゃん、あのいいな、スズネと連れてきた人とか。だから結構さ、なんかあ今それみたいなやつは結構流行ったりして、でも私たちもさ、それが昔流行った曲って知らないから、誰が流行らせたのかも知らないし、気づいたらみんなやってたみたいな感じだから、そうだからもう恵みの人なんてもう一大ブームですよ。TikTok、まあ結構前だけど、でももう TikTok もさ移り変わりが早すぎて全然ついていけないですよ。なんかあーこれ今度やろうって思ったらもうそれ流行り終わってるけどみたいな。感じですよ。もう早いんだよ。ついていけないですおばちゃんも。そうお腹鳴ったわ。お腹減ってきたのかな。さっきご飯食べたんですけどね。9時だ。みんな9時になった。私の It's showtime。お勉強とうるせんタイムが始まりますので、よかったら皆さんも見てみてください。多分いやでもな、わかんないと面白くないんだよなこれがね。そうだからまあちょっとめっちゃ暇になったら見てみてください。はい、ではあランキング読まなきゃ。ランキング読みます。13位チャーハン定食さんありがとう。ジュニアニさんありがとう。十一ユウさんありがとう。十位
ケンターニャちゃん、ケンターニャちゃんか、ありがとう。ケイ久しぶり、ありがとう。マヤチモモさん、ありがとう。七位ビッグヤブさん、ありがとう。六位山猫さん、ありがとう。五位マヤハチのマーク、ありがとう。マヤは学校卒業するまで待てないので今すぐ結婚してください。結婚は一生かけても無理だ、ごめんな。四位かっちゃん、ありがとう。ゆりって出してた、ありがとうございます。3位リトルビアさん、ありがとう。第2位ヒロピー、ありがとう。第1位はマサタロウでした、ありがとうございます。ちょっとね、これショールームがね1回じゃねメッセージが出てこなかったりするんで、もし書いたのに読まれてなかったら今教えてください。すみません。これね、壇上の方はねプロフィール欄にメッセージを書いてもらっておりまして、そう書いてくれたら読み上げますっていうのをやってるので、よかったら、お今日壇上じゃないって思ったらぜひ書いてみてください。プロフィール欄に書いてくださいね、お願いします。前ラジやりますよ。前ラジお題出してるくない？出してないっけ？前ラジやるで。やるよ。みんな出してないけど全然。みんな出してないけどやりますよ普通に。みんな出してくださいね。忘れてるかな。忘れてると思うけど出してくださいよ。またお知らせしますね。よろしく。大好きな人、大好きな人、でもそのままなんだよね大好きな人。普通にどう思うも何も歌詞のまんまやでって感じだと思うけど。書いてみてください。私もなんかそのままやなっていう歌詞選んじゃった。ぜひぜひリクエスト曲もお待ちしております。ではありがとうございました今日も一日お疲れ様でした。また明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャップ。